長男が決めるか。勝利の瞬間を待ちます。ただ来てた、抜けた、さよなら。最後長男が決めた、7対6。9回の裏、栃木ゴールデンブレーブス3点を取ってサヨナラ勝ち。突き上げた、左中間、真ん中に落ちていく。若松はゆっくりとホームに向かいます。4番長男、勝ち越しとなりますタイムリーツーベースヒット。7回についにゴールデンブレーブスが勝ち越しです。今のバッティング、やや低めのボールでした。長男すくい上げて左中間にズドーン。若松が帰りまして3対2。打ち返した、センター下がるぞ、フェンスに当たります。その打球の行方を見ながら、まず矢田部が帰ってくる、もう一人帰ってくる、佐々木も帰ってくる。バッターランナー長男三塁まで行きます。強い当たりはどうだ、見送った、ホームラン。4番長男同点ソロホームラン。ライトの遥か頭上を越えていきました、長男のソロホームラン。新加入長男に第1号が出まして、2対2同点。長男のバッティングです。いやいや真ん中のボール、思い切り引っ張ってライトスタンドにズドーン。はじき返した、ライトの前に打球が落ちます。地元佐野での初ヒット、うまく合わせた。聞こえましたね、須江さんのミートが、ミートが、はい、ナイスバッティングです。打ち返した、センター大橋、スタンドに入っていきます。長男のセンターオーバーのツーランホームラン。今シーズン第3号は1点差に進まれるツーランホームラン。バッティングです、高めのボール思い切って振り抜いてセンターの頭上にズドーン。ライトの方に来ました、若松選手がホームベース帰ってきました。ここに入って9対10に変わります。徐々に追いついて、センターレフト下がっていく、ワンバウンドでフェンスに当たります。ゆっくりと長男は二塁へ。ワンアウトから長男のツーベースが出ています。しかし完全にいったぞ、スリーランホームラン。逆転の長男のスリーランホームラン、今シーズン第5号はスリーランホームランです。
逆転成功、3対2ゴールデンブレーブス。見事な当たりでした。長男ランナー2人を置いての今シーズン第5号のスリーランが出ました。今のバッティング思い切り叩いてライトスタンドにズドーン。ボールは遥か上空消えていきました。長男はライトスタンドにゾーン。6番長男にもツーランが出ています。長男今シーズン第6号です。井原さん、はい、石川がシングルヒットの分長男がツーランでちゃんと返してくれましたね。そうですね、まあ、いつもそんな同じように打てるわけではないんですけど、はい、今のようなバッティングが理想ですよね。はい、この感覚を覚えておいてほしいですね。はいはい、長打に今シーズン第6号のツーランが出ています。まあ、ファンの皆さんもそうなんですけれども、先ほどの長男のツーランです。打った瞬間というような当たりでした。はい、ライトスタンドにズドーン。